どうやって日本語で勉強したのっていうのをみんな聞いてるのね。どのように勉強して覚えたのっていうのが多分聞き、日本にあの興味があるところってある？あの趣味とか、日本の好きな地域とかは。皆さん、こんにちは。ジンです。たくさんリクエストをいただいたものの中でですね、どういうふうに日本語の勉強をしたのか、勉強のまあやり方とか理由とか、どうすればいいのっていうまあアドバイスっていうものですかね。多分韓国語の勉強をする時に参考したいっていう方は多分多いと思うんですけど、今日私あの実際大学の時に同じクラスであの勉強していたアバヨさんと皆様に少しでもまあ役に立つ情報があればなと思って電話をしてみたいなと思います。出るのかな、出るのかな。ボアニャ、じゃあチャンナイズタナ。で、ちょっと日本語で話していい？パルワン語や。日本語で話していいよね。あのみんなさ、みんなさ、お前と動画撮るの待ってるからさ、ちょっとたまには付き合ってくれよ。はい、行きましょう。今日ね、あのちょっと話したいのがあって、俺いつも質問もらってるのが、どうやって日本語で勉強したのっていうのをみんな聞いてるのね。どのように勉強して覚えたのっていうのが多分聞きたいと思うよ、みんな。じゃあまず、お前が見て俺はどういう風に勉強したと思う？お前が見て俺はね、どういう風に勉強したと思う？お前？お前？お前どういう勉強したの？何どういう勉強って。それで日本語を勉強したきっかけ。きっかけですね、私のきっかけは2000年頃、あるいう映画を見ました。あらゆる映画。はい、この映画の名前は、みんな知ってるかと思いますけど、名前はバトルロワイヤルです。その最後に一人残るまで殺しちゃうってやつでしょ。そうですね。中学生がみんな銃を持って全部殺す映画ですね。基本ありえない話だよね。そうですね。その時本当にびっくりして、残酷の映画を見て、ハマっちゃいましたね。それでハマったの？すごくショックでハマっちゃいました。ハマりすぎて日本語の勉強をしようと思った。そうですね。おかしいよ、普通に考えて。で、その映画で出た前田亜紀っていう俳優さんがすごく好きで、日本語勉強をし始めましたね。普段韓国語の勉強する人って、なんかかっこいいアイドルとか、かわいいなんかアイドルとか、ドラマとか見てキュンとして勉強始めるのに、人がお互いに殺し合うのを見て日本語勉強始めた。どんだけ黒デスクなの。ちょっとおかしいですね。ちょっと かっこいいと思った。そうですね。政治家の山本太郎さんも出ましたね。俺好きな血ぬずり名人も名前が山本太郎だよ。そうですか。今は政治家の山本太郎さんが いますね。そうなんだ。バトルロイヤルで広瀬良子さんの秘密とか、妻夫木聡さんのウォーターボイズとか、日本の文化にハマってしまいましたね。ウォーターボイズ面白かったわ。そういえばお前が見ろって言って、俺多分大学に入ってみたと思う。はい、おすすめしましたね。面白かったよね。ラジオ持ってて爆発するところ面白くて。そうですね、ずっと何回も見たよね。はい。で、その時ボアさんが日本に進出して、そのボアさんも すごく好きで、クンボ日本語を初めて勉強しました。ボアも日本語うまいよね。本当にうまいですよね。もう日本人並みじゃないかと思うよね。はい、まあ伝説です。じゃあ日本語を勉強するのに絶対欠かせないのが漢字なんじゃん。漢字ですね。で、俺覚えてるのが、俺は日本語会話から勉強したじゃん。そう、いろんな人に会って話をしたり、スカイプで話したりとか、
でもやっぱりあの一番嫌な科目って漢字のテストだったのね。そうですね。でも いつもあのアボヨさんはあの漢字は得意だったんじゃないですか。うん、そうです、うん、なんかクラストップって言っても過言ではないぐらいあの漢字を覚えてたと思うんだけど、漢字はなんかこう前から勉強してた。まあ子供の時から漢字がすごく好きでしたね。でなんで？その絵文字、絵で表現しているあのその文字がすごく好きで、うん、頑張って勉強しましたね。あ、漢字はなんか似てるようで逆に難しいのが興味ができたっていうことね。そうですね。え、何歳から？日本語を勉強した時、あの子供の時から勉強したのが、まあ、役に立ちましたね。勉強したのが何歳から漢字勉強してたの？あ、大体 5歳とか6歳からしたよね。じゃあ、10歳ぐらいに漢字何個ぐらい覚えてたの？例えば、大体まあ300字とかは覚えたと思う。ああ、すげえ。で最終的にどのぐらいまで覚えてたの？日本語を勉強する 前に300ぐらい覚えたよね。え、それだけ？全然成長してないなんか1800ぐらいまで行ったのかと思ったら、そうでもない。そうでもないですよね、うん、何そうでもないですよね、だからまあ韓国人はまあ漢字が本当に難しいです。そう、苦手だよね。あの昔 あの韓国人はまあ大体漢字に強いですね。強いね。でも若い者たちはそんなに強くないです。でもお前さ、300字しか知らないって言いながら大学のテストとかで普通に1800字の中でテスト出ても全部満点とかだったじゃん。まあ、あけぼのまで勉強したからね、うん、あ、それは大学で勉強したってことね。そうですね。あの俺が覚えてるのは大学の時も結構日本語の成績も良くて奨学金とかもらってたじゃん、うん、じゃあ他の勉強もじゃあ得意だったの？中学校とか。そうでもないです、私は数学とか科学に弱かったです。俺は数学科学得意だったんですよ。いや、すげえ。なんで日本語を成功したの？そうだから俺数学とか科学好きだったんだけど、ジェイス君が文系行こうっつって俺文系行っただけで私は友達が理科を選んだので理科行きましたお互いにバカだよね本当にバカだ友達に連れ回してカンナム行きましたねでも理科に行って、この大学はまた友達が日本語科にいて、私も日本語科に行きました。俺面白いな。あのジーズ君は正直何の勉強も そんなに得意ではなくて、俺は数学と科学結構得意だったけど、でも文系行ってお互いにダメで、でもそこで日本語学科行こうってあの誘ったの俺だからね。わあ、本当にバカのブラザーズだお前もね数学できないのに理系行くなんておかしいよ。おかしいですね、うん、で特にじゃあ日本にあの興味があるところってある？あの趣味とか。あ、日本のお笑いに本当に興味があります。ああ、特にあの日本のロンドン発の田村淳のあのまあ、あの進行力が本当にあの尊敬しています。ああ、うまいよね。あのなんか リードしていくのがうまいよね。すごいですね。俺もお前の影響であの見たの覚えてて、何を見たかというと、なんだっけ、トライアングル悪魔のトライアングルですね。なんかそれなんかずる賢いよね、なんかやってるの見るとキリのあのすごい方ですねあ、それ今思い出した、めっちゃ面白かった本当に。なんかあのコメントとか見ると、アバイオの言い方ってボビに似てるって言われたことあるけど、ボビって知ってる？ああ、
本当にあの人、あの方は私の狙っているあの人です、ボビーオルゴンは。あ、好きっていうことね。好きっていう、狙ってるって言ったらおかしいよ。あ、何殺すの狙ってるの。木曜の人です、ボビーオルゴン。あ、憧れの人っていうことね。おお、憧れの人、うん、おお、すごいです。日本の好きな地域とかは。おお、あの日本のなんていうかな、あの牧地、うん、人があまりいないところ、あの廃墟とか。廃墟、興味あります、廃墟。なんで。私の会社があの本当にあの人が多いところにあります、病棟に あるので、うん、まあ人があまりいないところに行きたいですね。憧れのところです。あの人が少ないところはわかるけど、廃墟まで行く必要あるの。荒いところとか、行きたいですね。あ、そうなの。あ、だからなんか北海道とか、その、うん、そうそうそう、室戸高いでとか。お、さ、あのどこだっけ、九州だっけ、あ、四国だっけ。四国ですね。でも俺も人いないところ好きで、あの、まあ、釣りになっちゃうけど青森県とか結構離れてる離島とか、離島っていうの、なんか小笠原諸島とか行きたいね。おお、今度小笠原行きましょう。あ、いいですね。ヘリに乗って行きましょう。ヘリ、私があの大学の人を見た時にすごく驚いたのは、何でもあの挑戦してみることが本当に驚いたところです。あ、え、お前何してないの。私はあんまり挑戦してない性格ですね。まあまあ、いろんな人に会ったりしてたよね。もう釣りとかキャンピングとか、まあ、旅行とか、まあ、ワーキング掘りとか全部挑戦したよね。ああ、なるほど。これすごいなんか記憶に残るのが、みんなあのパク先生の授業怖いからいつも勉強するじゃん。で俺一緒に遊んでたなんかお姉さんたちもなんかお酒飲んでます必ずこうテストを絶対受けに行ったけど、俺行かなかったんだよ。テストまでサボったりしてたけど、でも面白いのはそのテストを受けたお姉さんたちは B で俺は A プラスだった。なんかだからテストが全てではないよってあの評価してくれたのあって、それはすごい良かったと思うんだけど、それと全く同じで違う先生のやつをそのようにしたら D だった。いや、まあ今は感じたもう大切なものはやっぱり経験だと思います。あ、経験は本当は大事ですね。うん、で、あ、この中でもね、あのアバヨさんのまあ、ファンっていうか結構いろんな話聞きたがる人多いわけよ。 ありがとうございます。で、まあ、同じ言語として、まあ、我々はあの日本語で勉強したんだけど、今日本人として韓国を勉強したい人に対して何かアドバイスをするならば、うん、まあ私はあんまり、まあ、日本語が上手じゃないんですけど、まあ一言を言うと、あの韓国 あの好きなことを探して、まあ、BTS とかドラマとか、うん、まあ、映画とか、うん、周りの単語を全部あの韓国語で考えてみてください。その習慣をすると韓国語の実力が増えると思います。ああ、それいい言葉ですね。あの実際我々も普段はもう観光人だから観光で喋るじゃん。田村淳とかの言い方とか、そのロンドン発に出てるそのナレーターの言葉とかすごい真似してたよね。うん、そうですね。果たしてこの先3人の運命はとかなんか真似したりして、とんでもないことを口にする。あ、そういうの真似したりしたのがでも結局勉強になったよね。そうですね、うん、口に出してみる、真似してみるっていうのは本当に大事だなと思います。あ、そうです。今日はありがとうね。はい、ありがとうございます。で、また何か皆さんあの聞きたいのがあったらリクエスト、お願いします。またあのアバヤさんとあの楽しい、動画を撮ってみたいと思います。皆さん、アニョン。アニョン。おい、アバヤ。